一つだけ注意があって、今日触れる内容っていうのがもしかしたら公式情報を見たく、公式情報だけ見たい人からすればちょっと危ない話になるかもしれないっていうことだけとりあえず一回注意事項で入れておきたいです。これワンチャン不快に思われるかもしれない情報が入ってるということだけ、リークではないんですけど、公式に出てる情報ではあるんですけど、まだ PV として出てない情報っていうのが一箇所だけあって、もしそれを見たくない人がいるのであればブラウザバックした方がいいってことだけとりあえずね、まず伝えておきます。だからまあ軽いネタバレみたいな、 PV で次出るだろうっていう話が一個あるって話ですね。だからまあそれだけご留意ください。はい、IGN さんのサイト、まあ、1日前、昨日かな、昨日ガルクの設定画面が出ました。で、こうやってガルク作るんだよみたいなのが出て、すごいこれ細かいんですね。レフトとか色とかがまあ細かくて、まあ、ちょっとこれ導入の話なんで、まあ、ちょっとしばらく聞いておいてください。そう、これガルクね、すごいいっぱいいろいろあっていいんですよね。この犬種もこんな感じでね、変えられるようにドーベルマン、そうですね、ドーベルマンとかそういうのとかもあるみたいな、そのいろいろ今回ガルクすごいいろいろ変えられるらしくて、この柄とかも、ね、ちゃんと細かく決められますので、ぜひねこれは、IGN さんのやつ見てみてください。で、ここからですここからです。これ何をしてるかっていうと、ワールドの時のキャラメイクした人はわかると思うんやけど、ここで作る時と顔が違う時があるんです。これがどうしてかっていうと、こう光の当たり方とかで顔が違うように見えてしまう。例えばだけど、白一色で見てたから、そのなんていうのかな、この 目元のラインとかがすごい良かったけど、影を当ててみるとその影がすごい黒く見えてしまう。そのなんかすごい目がクマが出てるように見えるとか、そうそうそう、照明の設定を今回こうやってやることができるんですね。だから、これで、まあ、この LR を押していくつかのフィールドがあるんですけど、そのいくつかのフィールドに出しても大丈夫なように、で今ここで設定してくださいねっていう、例えばこれは昼でしょ、夜でしょ、ほら当たり方が違うじゃないですか。これで、まあ、例えば夜でも昼でも大丈夫なように設定してくださいねっていう、そういう機能があるんですけど、ここでねちょっとねとんでもないことがあってしまって、この背景何っていう話なんですね。もう一ついきます。この背景何、はい、そういうことです。つまりですね、まあこれがおもらしなのか何なのかは俺もわからないんですけど、新フィールドがまあ公に2つ追加されているということが分かったというお話です。はい、まあ、これはまあ火山よな、もう間違いなく火山よな。で、まあ、気になるのがこっちよな。これ砂に見えるんよね、俺には。砂と岩に見えるんよね。これ昔のフィールドとかだったりせんかなってちょっと思ったりしていますっていう話です。このこっちの火山の方に関しては、実はもう元々伏線というか元々あって、これなんでかっていうと PV1 の八ヶ岳の時に裏に映ってる溶岩があるっていうことから、これも火山フィールドがあるんじゃないかって一番最初から言われてたんですね。でそれからこの話です。ハンターノート、この今実機のこのライズの体験版の操作情報のとこ、地形っていうところに溶岩がある画像があるんです。溶岩のすぐそばにいるとプレイヤーは徐々にダメージを受けます。ここから火山フィールドが絶対にあるっていう風にもう確定ぐらいまで言ってた。わからんよ、まあ、ゾラマグダラオスの背中だったら終わりだけど、まあ、とにかく火山フィールドは確実にあるんじゃないかという風に言われてたんですね。これは間違いなく火山だろうと。でその後よ、だからまあこの火山については驚きはせんかったわ、正直な。あ、まあやっぱそうだなとは思った。これよ、こいつ何よっていう話になるんよね。砂よな、もうどう見ても。でちょっとこのなんていうの、このちょっと赤い砂で、この
ちょっとこの空の感じとか俺少しね思い当たるところがあるんですよ。でなおかつ今回まあ皆さんもコメントでも言ってますけど、水没林が出てるでしょ。でまあどちらかというとこうなんかトライ系列ライクな作風になってる、まあつまり渓流っぽいところが、ゆくも村っぽい場所が出て、渓流っぽい場所が出て、水没林が復活しているんでしょ。じゃあここじゃないのよっていう話になるわけですよ。で色も似てるでしょ。これは、モンスターハンタートライ系列で出た砂原っていう砂漠フィールドの一つなんです。これは今ねあの実機で撮りました。ちょっと友達にねちょろっと撮ってもらいました。似てるでしょと思うわけですよ俺は。ね、まあ、分からん。これはあくまで俺の予想でしかないよ。砂原かどうかは分からん。でも少なくとも砂漠フィールドが確実に来るっていうのはまず間違いなくて、いろいろこう予想もつくんですけど、俺がなんで個人的に今砂原を推してるかっていうのが一つあって、あのワールドってオオアリ塚の荒れ地っていうフィールドあったじゃないですか。あそこにボルボロスっていう獣竜種いたでしょ。でボルボロスとついになってるジュラトトスっていう、これボルボロスのライバルって言われてるモンスターがいるんですけど、ボルボロスとジュラトトスっていうのがいたんですよ。でまあワールドから使い回しが確実にできるとね。でなおかつもうジュラトトスは確実に出てるんでしょ。あれ何だったかな、何のスラークだったか何だったか忘れたけど、なんかの時におるんよね。でね、そこから見てジュラトトスとボルボロスが出そうなフィールドって考えるとやっぱり砂原になるんよね。だってここさ泥沼のステージあるじゃん、この横のフィールドよ、エリア3番よってことよ。だから砂原なんじゃねっていうのが俺はちょっと思った。まあ ここに関してはいろいろ反論はできる。例えば、旧砂漠ってオアシスがあるんですよ。でオアシスがあって、あそこでボルボロスって泥をぐじゃ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 ってあるんよね。だからまあ出れるじゃないかという反論も、まあ、確かにある。その通りであります。でオーマディアブロスとかが出てくる砂漠、モンスターハンターポータブルセカンド G とかに出てきた砂漠も確かにもうダブルクロスで泥沼が追加されたんよね。だからこの泥沼もまああるっちゃあるとは思う、確率としてはね。ただそう、旧砂漠もセカンド G の砂漠もダブルクロスにどっちも出とんよね。でもう一つ唯一出てないフィールドって言ったら砂原になるのよ。でさっき言ってたこのトライちょっと意識してるっていう言い方で、この砂原のこの質感がちょっと似てるよねっていう話から考えて砂原なんじゃねっていう感じのことは言えるくないですかっていう話です。まあ分からんよ、これは説だからさ、あくまで説、本当にあくまで説だから、これあんまりこの話半分で信じといて、話半分で信じといてほしいよね。だからまあこれで殿下ってもう俺を恨まんでほしいってことだけとりあえず言っとくわ。うん、こういうフィールドでしたよね砂原って。まあ砂漠フィールドです、簡単に言うとね。もし砂原が出るんだったらっていうところでいろいろあるんです。例えばドボルベルクって出てほしいって今言われてるモンスターの一匹なんですよ。でドボルベルクってアシュがいるでしょ、トライ G で。でアシュ、ドボルベルクアシュって確か砂原でしか出てないんよね。とかベリオロスってもう出てるでしょ、東土で。ベリオロスアシュって砂原でしか出てないんよね。とかちょっとね考えつく感じはあるんですよ。結構この砂漠系フィールドの存在ってめちゃめちゃでかくて、この確認されたっていうのは夢が超広がるのよ。大名ザザミも出る、ディアブロスも出る、まあまあ分からんよ、分からんけど、まああるんだったら出るじゃんね。でハブルボッカーとかは、まあ、海竜種が出るんだったら出てもおかしくないと思うし、ドスジャギーはフロギーバギーがもういるのにもかかわらずドスジャギーがまだ出てきてないねってことですよ。でさっきも言ったようにここの火山フィールドが存在してますと。でこの火山フィールドが、まあ、確定になった
ていうところからやっぱアグナコトルとかグラビモスとかね、あの海竜種がいるからアグナ OK だし、グラビモスはバサルモスの装備があるからできるでしょ。こんな感じでどん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 モンスターって出てくる、出てこれそうなモンスターどん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 思いつくのよ。最高よ本当に。まあ、グラビモス俺で見てみたいもん、ワールドの質感でっていうのが今回の目玉でした。そう、まあ、この辺りってでも相当人気だから出てきてもおかしくないというか、その復活モンスターとして話題が取れるのは非常にあると思う俺は。っていうところからもう、まあ、出てきてほしいなっていう、あくまでこれは予想でしかないけど、予想っていうかまあ妄想というか推測でしかないけど、あったらいいなとは思います。そう、ブラキとアグナの縄張り争いは見たいですね。確かにね、あの映像、昔見た生態ムービーが再現されてるのって俺すごいいいと思うの。だからそういうの出てほしいなって思う。砂漠の新規モンスタースラークのやついいですね。そうそう、スラークのね、真っ黒の猫の装備があるんですけど、あれが何のモンスターでもないんですよね。だから虫系なんじゃないかとか、まあ新モンスターなんじゃないかって言われてたんですけど、猫、黒い猫とかってそういうなんか、なんていうのかな、イメージ的には砂漠のイメージがあれ、なんか考察があるんよね。あれちょっとうちの知り合いがやってた考察があって、砂漠系なんじゃないかって最初から言ってたんよね、その人。まあ見事に当たりって感じでしたね。黒い猫の何だったかな、あ、バステトシン、なんかそんな感じな気はする。うん、そんな感じで言ってたような気がする。まあちょっとごめんなさい、覚えてないんで一字食えないです。まあとにかくそんな感じで、はい、というわけで今回のね、俺からの発表はこの辺りで終了ですという感じです。もしね、これがお役に立てたら幸いでございます。というわけで PV4 も多分ね本当にそろそろ来ると思うんで、ぜひね、まああと1週間2週間ぐらいでしょう、本当に。楽しみに待っておきましょう。だからこれからどんどんね、多分ライズの情報出てくると思うんで、ぜひそういう海外とかにもこう目を向けてみると、さっきみたいな海外でしかない話とかもあったりするんで、もしね良ければ、先ほどの IGN ジャパンさん、ちょっと待って、もう一回貼っとくわ。 IGN ジャパンさんをまあ細かくチェックしたりしてみてください。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。